はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、いやもう本当におめでとうございます。いや嬉しいですね、本当にね。あのね、今年のね、2月から、ね、入院されて10ヶ月の入院生活を経てやっと退院ですよね、池江璃花子さんはね。まあ、昨日の夕方頃にね、直筆メッセージを公開されてましたね。で、内容はこんな内容でしたね。2月から入院生活をして約10ヶ月の日にち月日が経ち、この度退院することができました。辛くて長い日々でしたが、皆様からの励ましのメッセージを見て早く戻りたいと強く思うことができました。入院中、抗がん剤治療で吐き気が強い時や倦怠感もありましたが、そんな時はとにかく、大丈夫、いつかは終わると自分を励まし続けました。オリンピックを目前に控えた中、突然大好きなプールを離れ、失ったものが多いのではと思った方もいらっしゃると思いますが、私は病気になったからこそ分かること、考えさせられること、学んだことが本当にたくさんありました。ネガティブ思考になる時もありましたが、まずは自分の気持ちをしっかりと持たないといけないと思い治療に励みました。今後の競技活動については医師と相談しながら、水中トレーニングが可能になり次第開始します。それまでは基礎体力をつけながら陸上トレーニングをしていく予定です。オリンピックについてですが、2024年のパリ五輪出場、メダル獲得という目標で頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いいたします、という内容でしたね。いやー素晴らしいですね。ほんでね、正式な病名と、治療過程をね、公式ホームページで発表されてましたね。それもこんな内容でした。2月の緊急入院後の検査結果により、池江は、急性リンパ性白血病と診断されました。化学療法による治療を行いましたが、治療期間中に合併症を併発したため、化学療法の継続が困難となり、造血幹細胞移植を行いました。その後、寛解状態を維持し、体調も安定したため退院することができました、ということでしたね。急性リンパ性白血病というのはですね、リンパ球になる前の血液細胞がですね、癌化してしまう病気です。でそして化学治療法中にその合併症というのはね、おそらく抗がん剤の副作用から来ているんでしょうね。そしてそのままやったら治療は困難なので、造血幹細胞移植をされましたと。ね、造血幹細胞移植というのはですね、今はこう3種類あるんですけども、一番よく聞くのはですね、骨髄移植ですね。その骨髄移植というのは、ドナーさんの骨髄を移植します。そして2つ目はね、末梢血幹細胞移植です。これはね、ドナーさんの血液中の細胞を移植します。そして3つ目はですね、再帯血移植です。これは出産後の胎盤や再帯の細胞を移植します。それぞれの中で、ね、その3つの中でですよ、どの移植をしたのかはね、公表されてませんけども、無事に寛解状態をね、維持して退院されたようです。体調も安定してますので、ね、良かったですよね、本当にね。今回のオリンピックには間に合わないとおっしゃっているんですけども、しかし次回のそのね、この2024年のですね、パリのオリンピックに向けてもう動き出すとおっしゃっているので、ぜひとも皆さんでね、応援していきましょう。このように病気になっても希望を持って治療を諦めずに頑張っている方がね、おられます。池江さんが退院を発表された同じ日にですね、悪性リンパ腫と発表した笠井アナウンサーも、行きますし、ちょっと前ですけども、1週間も経てへん間かな、関西でね、超有名な漫才師のね、宮川大輔花子さんのね、花子さんもね、悪性骨髄移植ね、発表されてですね、そのお二方とも治療に専念するとおっしゃっていました。それはやはり希望を持たれてるからですよ。でもテレビに出てる人っていうのはね、テレビを見てくれてる人たちにはもちろんですけども、一緒に生活をしてきているその家族のため、そして待ってくれてる仲間のために頑張るんです。なのでこれを見てくれてる病気をされた方はね、周りの人たちのために希望を持って一緒に頑張りましょう。
で、そしてね、これを見てくれてる人らの中でね、周りに病気をされた方がね、いらっしゃいましたら、応援して励ましてあげてください。みんなでね、病気を乗り越えていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。